兄妹は、室尾再生が1934年に発表した短編小説、文芸春秋1934年7月号にて発表、1935年1月刊行の神々のヘド初集同年の第1回文芸婚話解賞受賞作、室尾再生の要望、赤い髪をモデルとする赤座門を主人公にもともと仲が良かったが、 妹の妊娠を起きに激しく対立する兄弟の複雑な愛情を描く。1953年に、ナルセミキオ監督、テーマチコ主演で映画化。1972年に、山田幼児脚本、厚み清志、倍賞チエコ出演で、テレビドラマ化されるなど、たびたび映像化されている。これまで3度映画化されている。妹のタイトルで1936年6月21日に、 公開。制作は PCL。配給は東宝。モノクロ。上映時間は61分。1936年度キネマ旬報ベスト展第7位。1953年8月19日に公開。制作、配給は大英。監督は、ナルセミキオ主演は、ケイマチコ。1953年度キネマ旬報ベスト展第5位。 1976年10月23日公開。制作は、東宝映画。配給は東宝。カラー。上映時間は88分。1976年度キネマ旬報ベスト10第6位。第19回ブルーリボン賞主演女優賞。女演団優賞受賞。同時上映は、星と嵐。2妹のタイトルで、 1958年11月9日21時15分22時15分に、KR テレビ系列の東芝日曜劇場枠で放送された。1959年3月11日水曜20時21時に、日本テレビ系列のヤシカゴーレデン劇場枠で放送された。ニーモートのタイトルで、1960年1月28日、 木曜20時21時にネットテレビ系列の文芸劇場枠で放送された。水谷八重子が再び主人公も2役で出演した。1960年8月7日、日曜22時22時45分に富士テレビ系列の100万人の劇場枠で放送された。1972年9月3日21時30分22時26分に、 TBS 系列の東芝日曜劇場枠で放送された。脚本は山田洋二、兄、井之助役は厚み清妹、門役は倍賞千恵子と男は辛いよシリーズの面々が顔を揃えた。兄、妹というタイトルで1974年3月6日にネットテレビの女、その愛のシリーズで放送された。 1995年9月12日に、テレビ、東京系列の、火曜ゴールデンワイド特別企画として放送された。ドラマ特別企画、兄妹のタイトルで、2018年6月25日、月曜20時21時57分に放送された。主演は、大泉洋。視聴率は10.5%。山田洋次脚本。 石井福子プロデューサーのコンビで1972年に、厚み清志、倍千恵子の出演で、テレビドラマ化して、以来、46年ぶりの再ドラマ化となる。ありがとうございます。